では改めてハイライトで振り返りましょう。先発ピッチャースワローズは石川です。まずは先頭バッターの宮崎を三振に仕留めて、その後は2番水野、そしてさらには3番 DH のスティーブンソンと続けてセカンドゴロ、もう危なげなく三者凡退で切って取りました。もう上々の立ち上がり、もうこのノリノリな感じでベンチへと帰っていきました。一方ファイターズの先発ピッチャーは根本、初回いきなりこちらはピンチを迎えます。1番の竹岡にヒットを許しまして、さらには2番の北村匠海レフト前ヒット、さらに浜田フォアボールでワンアウト満塁、ワンアウトは沢井を三振に取って、その後西田をダブルプレー、まあ、ランナー3人背負いましたが、こちらはピンチを切り抜けて0点に抑えました。2回ファイターズの攻撃です。ノーアウトランナー1塁、ここは三振取ってスタメンマスクの西田が盗塁を阻止、三振ゲッツーで、その続く6番の清水セカンドゴロに仕留めて、この回も0点にしました。ゲームが動いたの6回の裏です。両先発ピッチャーはすでにマウンドを降りていまして、6回の裏からマウンド上にはスン、浜田、そして沢井と連続ヒットでワンアウトランナー2塁1塁となります。続くバッターは5番の西田、やや高めの外のボール、うまく左中間に打ちましてセンター前ヒット、ランナーが帰ってきました。これは素晴らしい走塁になりました。ボールが落ちるのを見計らってから三塁回って、まあ送球との競争になりましたけどね、結果かいくぐってセーフになります。そしてここなんですね、ちょっとランナー飛び出したように見ましたが、あえてかもしれません。ちょっと足でかき乱そうというような形、1、2塁間で挟んでいる間に3塁ランナーの沢井が帰ってきまして2点目が入りました。8回にファイターズ1点返しました。スティーブンソンのタイムリーもあったんですけれども、その後最終回エスパーダがランナー出しましたけれども、結果0点に抑えて1点差を、まあ、守りきってスワローズが勝利を収めています。